チースどうも、誰も知らない、こう、竜です。皆さん、竜装備、手に入れましたか？また、変なスキルがついてる、ネタ装備じゃねえか。まあ、確かにな。なんだこれは。なんだこれは。まあ、道着だからな。道着というか筋肉の壁だからな。まあスキルとしてはそんなものだろう。挑戦者とかね。ただし見ていただきたい。こちら。雷耐性 60。これは食事による効果も相まってこうなっているが、さっと見た感じ、これより雷耐性の高い防具なし、つまり、竜とは、麒麟のことだった。そういう疑惑が湧いている。当然。あ、ついでになんかスキルもちょっと見て。麻痺耐性さん、雷耐性さん、匠さん、挑戦者に体術に早食いに攻撃1、防御1、体力増強1、飛炎1、死中に勝つ1、無属性強化の、この体験をもって。これだったらもう何、雷属性に対する防御力を誇れば、キリンくんなんて、お茶の子最々のキリンではないのか、ということを知らしめるべく、当然、歴戦キリンは都合よく出るわけもなく、普通のキリンにやって参ったと言ったところですよ。なんで出ないんだ？ずっと手をつけ回していたのに。全然、クシャルダオラ4枠とか出ましたからね。もうこそのうちね、消化していきたいけど、クシャルダオラはめんどくさい敵になってしまったんでね、キリンはいませんね。キリンはどこだ？この下か。キリンくん。キリンくんどこだ？キリンこんなとこいるか？いないのでは？迷った。いましたね。キリンちゃん、久しぶり。マムちゃんとばっか戦ってて、嫉妬してるし、これは嫌われているな。だいぶ。ちょっとこれは、思ったより溝が深いぞ。冗談交じりのアメリカンハイタッチで決めようと思ったが、こちらを見ることなく行ってしまったキリンさん。すいません。久々でね、ちょっとイビルジョーとかね、マムとか来ててね、浮気しまくっててね、歴戦キリン。まあ、この人は歴戦じゃないですけども、キリンといえばね、なんか動画の強いモンスターの代名詞みたいな扱いだったのにちょっと聞いてますか。完全に無視。これ完全に無視だ。これ脈がなくなってしまったのでは？これはまずいよ。モンハン界のアイドルと言ったら、キリンちゃん、彼女にポイ捨てされるということは、つまりモンハン界にポイ捨てされるということは、今後一切モンハンのシリーズが出たところで、キリン装備の女子を使うことかなわずといったところだ。マジで、ちょっと待って、早い。あ、マジで、追いかけっこがしたいわけじゃないんですよ。やべ、これ、あまりにもちょっと、酷な扱いに思わずテンションもだだ下がるが、さあ、キリンさん、まあいい、ここは決闘場ならぬ結婚式場。言うとな、結婚式をここで挙げさせていただこうと思う。さあ、当然、見てくれたまえ、一気に速攻電撃コンが入ったが、ここで、圧倒的、ユーの火力を見せていただきたい。まあ今回はね、回復関連はね、いまいちですが、まあ、回復やグレートを常備して、全く効かぬ。これは自義にも等しいな。雷をもっと撃ってくれ。それが貴様の全力か。どういよ、ミツムシを切っちゃうよ。俺、どうだ、キリンちゃんも戸惑いを隠せない。これはキリンちゃんを間近でじわじわと見つめている。これはちょっと怪しい男がボロ布をまとった赤いボロ布をまとった、なんかフードでは顔を隠した不審な男が、おっとここで使い魔によりキリンさんが眠らされてしまった。これでは完全に竜が変質者となっております。美しい毛並み叩き起こしておきましょう。おはようございます。さあ、もうちょい使っていきましょうか。この雷風呂にね、いいよ、いいですね。でももうだいぶ分かりましたかね。すごいでしょということがね、すごいでしょ
怪しい。これはなんだこの見た目怪しい。筋肉マンの敵で出てきそうな、そんな見た目をしていますね。まあ、今回私はね、キリンさんにね、傷をつけるような手荒な真似はしたくない。先ほど2発ほどぶん殴ってしまったが、あくまでこの雷を浴びるというドマゾ的行為を皆さんにお見せするべく、ここに棒立ち、棒立っているわけですね。だからもう用事は終わっています。で、実を言いますと、テストのために歴戦に一回行ったんですね。歴戦に行ったんですよ。その歴戦はね、残り1回だったということを見落としており行ってみたところ、まあ歴戦の攻撃もね、余裕で2回は耐えましたね。余裕でした。怒り状態の雷攻撃も2回は余裕で耐えました。まあ余裕といっても残りはミリでしたけどもねそんなわけで、竜の装備何がきつかったって、防御力420まで上げるためにお金と鎧玉がものすごい量消費されたということ。そしてこれ非耐性も竜耐性もね、結構上がってますね。今後雷まあ恋のキューピッドの電撃野郎にこいつはドッキュンコされてしまったといったことか、何を言っているんだか分かりませんが、とりあえず防御力420まで上げるのが大変だったっていう話はもう前もってした。そう、これ以降雷属性が必要なモンスターが出てきた時、そいつに対してもしかしたら竜の防具というのは一つ道しるべとしてあるかもしれないな。でも多分ないだろうなただすごいということを私は伝えたかった。それではお疲れ様でした。